大統領になったらね、あって言って、尺点、尺点。大胆不敵もそうなんですけど、ミュートという技術を使ってます。知らせたです、やいときで、本日は、ピーマル様のシルブプレゼントという曲なんだけど、10分くらいで解説する、そんなこんな私でも、ボイストレーナーなんです。おしらです。よろしくね。シルブプレで、フランス語で、お願いっていう意味らしいの。だから、お願い大統領っていうような、そういうね、お話かなと思うんですけど、浮気をするね、悪いやつをね、もうダメっていうような曲でございます。歌唱難易度は、A ランク。これね、セリフもあるし、結構こうなんかノリノリな曲なので、まあなんかカラオケで歌ってみようって思うのはね、ちょっと挑戦しやすいと思うんですけど、そんなノリよく歌えちゃう曲だからこそ、いろんなね、こだわりポイント、PMR 様のね、こだわり歌唱ポイントがたくさんあるので、おしら先生と一緒にレッスンしていきましょうっていうわけで、Here we go!ロマンスの不祥事、浮気のことロマンスの不祥事っていうの素敵じゃない？すいません、ロマンスの不祥事なんですって言われたらね、ぶっ飛ばしてやりたくなるけどね。まあなんかすごい素敵な言い方だなと思いました。ロマンスの、これね、ノリノリの曲なんですけど、いきなりね、こんな抑揚がついてんの。ロマンスの、柔らかくして、不祥事、不祥事のフアクセントリズム的にね、後ろのね、ピアノの音聞いてみて、ダラダラ、ダラダ、ダーダってなってるので、このフのとこにリズムの中心を置いてください。ロマンスの不祥事、逃がさない来たよ。語尾の音程をちょっと上げます。語尾の音程ちょっと上げて、鼻の方に抜く裏声を使います。なーいなーいこれができるかどうかでね、この曲のね、キュートさが出せるかどうか決まるんですよ。サバ、サバ。消してあげる。あげるの、ゲとるの間区切ります。消してあげる。で、るは音程二つ、タンタン、あるので注意してください。さあ、ピーマル様がやってる抑揚やら、語尾の変化やら、抑えながら一緒に歌ってみましょう。Here we go! ローマンスの不祥事、逃がさない。消してあげる。はい、というわけでセリフパート行ってみます。セリフパートにうまいも下手もクソもあるんですか？おしらさんそんなこと教えられるんですかってあるんですよ。セリフパートにもね、いろんなポイントがあって、まあ、4つ行きます。4つ。結構盛りだくさんで。1個目、音程。セリフパートなのに音程関係あるのと思ったそこのあなた。あるんですよ。これね、ピーマル様ね、このセリフパートだけで1オクターブ半ぐらいね、音域使って喋ってるんですよ。先生、私が大統領になったら、人の男にちょっかいかける女は島流しにします。先生わかる？めちゃめちゃさ、まず最初の先生、これティーチャーじゃなくて、私は誓いますって方の先生ね。この先生いきなりミノフラットから始まります。先生私が大統領になったら、人の男にちょっかいかける女は島流しにします。わかる？先生、私が大統領になったら、ラ、ラとかね、ミノフラットぐらいまで落ちてくるわけだから、1オクターブ使ってるので、そして、これね、2個目の先生なんかね、もっと高いよ。ファのシャープぐらいの、先生もうちょっと地声だとできません。おしらさん、もうちょっと死んじゃうかも、このままやったら。はい、というような感じで、音程ね、意外と大きな幅を使っていってます。これを再現できると、よりね、この躍動感のあるセリフになるので、皆さん、音程まず真似してみてください。二つ目、子音の先取り。これさ、ちょっと幼い感じがする喋り方あるじゃないですか。これね、これどうやってやってるかっていうと、子音の先取りというテクニックを使ってます。島流しにします。これどうやって発音してるかっていうと、島流しにしますって言っての、島流しにします。島流しにしますじゃなくて、島流しにします。で、これどうやってやってるかっていうと、子音をね、一個ずつね、前に持ってきて、ずっとね、子音が続いてるようなね、歌い方をしてるわけ。島流しにします。島流しにしますって、これね、誰がやってるかっていうと、R&B のシンガーさんとかってやってるわけ。清水翔太さんとか、久保田俊信さん。花束の、例えばさ、花束の代わりにメロディーをじゃなくて、花束のかーってやってるわけ。花束のこれ、島流しにします。これ、子音の先取りって言うんですけど、これをね、女性の声高い人がやると結構ね、キュートで幼い印象になります。子音の先取り覚えて。三つ目。シーンの強調。これさ、ただの友達だよってごまかすやつは、へそから電気を流しますの。へ、これね、めっちゃ強いの。はひふへ、ぐらいじゃない。和田アキ子さんの、あの頃は、は、ぐらいやってるんだから、ごまかすやつは、へそから、こんぐらいやんないと、へそのへの雰囲気出ないの。はい、四つ目、がなり。がなりってわかりますね。アドちゃんがさ、やるようなさ、アドさんがやるような、はー、
はぁ、うっせぇの、あ、これがね、電気を流しますの、流しの後に入ってんの。ちょっとおしらさんで、ね、このままいけたらちょっと再現できないので、原曲を聴いてくださいという言い方にとどめますが、流します流します流しますみたいな感じで、これね、ってね、この工事の音みたいなね、音が入ってるんで、それもよくよく聞いてみてください。はい。音程、子音の先取り、子音の強調、そして、このね、がなり、ここまで使ってやっとこのセリフパートがこんな感じになるんですよ。大変ですね。ちょっとここはおしらさん再現できないので、原曲を聴いて練習してみてください。次だだだだいたーん、このだいたーんはこうなんかフォーンフォーンって下からこう、なんかしゃくって投げ放り投げてあげてください。だだだだいたーん、不敵、センセーショナルクローズは、センセーショナルのセン。ちょっとね、喉潰してあげます。センセーショナル、ちょっとなんか、じりっとしたような音を立ててあげられると、ね、いいと思います。そしてアクセント、ダンタタララクローズアップ。ドッドッド、ドンクライで、これさ、ダッダッダ、大胆不敵もそうなんですけど、ドッドッドも、ミュートという技術を使ってます。ミュートね。ダッ、ダッ、ダッ、ダッって言った瞬間、すぐに舌を上の顎につけて、ダッ、ダッ、ダッ、ドッ、ドッ、ド、キレを出してます。ダダダじゃないんで、ダダダだとね、ダダダになっちゃうので、ダダダじゃなくて、ダッ、ダッ、ダッ、すぐちっちゃなツが来るようなイメージ。ドッドッド、ドンクライやるぜ、徹底的っていうワードなんですけど、て、優雅な音楽流れてきちゃった。最初はちっちゃな A 入ります。て、て、で2個目はてで伸ばしててき、間2入れます。て、て、てき、て、て、てきにリサーチだー、あーあーって言ってしゃくってしゃくって。さあ、ここのパートもポイントを押さえておしら先生と一緒に歌ってみましょう。日々 GO! たたた大胆不敵センセーショナルクローズはドドドドンクライやるぜ、徹底的にリサーチだー。アクセント大嫌い大嫌い、2回こう押すようなイメージね。でこの後もさ、まあ、アクセントマークすぎてないんですけど、同じようなリズム、しょうがないって感じでダンツダンダンツダンで、そこにライはこうちょっとしゃくりが入ります。大嫌いライライで、最後裏声にプンって逃げてライしょう、ウィスパーボイスね。しょうがない。こんな、ね、N の音めっちゃ重要。鼻にないを抜いて、しょうがないじゃなくて、しょうがない、ない、しょうがない。で、最後ため息、ない。クズは病気ね、バイバイバイ。三つ目柔らかくバイ。権力第三チーム、何にもないけど、さばけたーい。で、さ、このさばきなんですけど、結構ね、パンパンパンって区切ってあげて、後ろのね、音楽もね、結構パンチャンチャンってなってんで、さばき、トントントンって一発ずつアクセントを置くような気持ちで言ってください。で、この後がさ、でしょで、だーい、でしょのさ、でしょがさ、結構難しくて、まあ、どうやっていただいても構わないんですけど、P丸様に寄せようと思った時に、これね、1オクターブ飛びなんですよ。でーしょー。E フラット、E フラットで、1オクターブ飛んでるのね。で、もちろん、綺麗に飛んだらさ、ちょっと歌っぽくなりすぎちゃうので、2個目のショは、しゃくってここに到達するイメージ。でしょでしょでしょで、結構ね、音程の幅を使わないと、ピーマル様みたいな躍動感ある、このね、ギャルミな感じが出ないので気をつけてください。ところで、ポイントを押さえて一緒に歌ってみましょう。日々が、ほう大嫌いしょうがないクズは病気でバイバイバイ権力財産チーム衛星何もないけど裁きたいでしょはいだだだ大統領にでだだだまたミュートきましたミュート商法だだだねでこの後さまたすごいんですよ大統領にのさトがさ一瞬なんですけど E フラット5をねこのめっちゃ高いミのフラットの音をね経由するんですよ大統領になったらね区切るよ区切るまずは君を使うで、つかなと、ほん、ほん、ほんっていう裏声を入れる。つかま。で、この後音程難しくて、つかまえるがさ、半音なんですよ。タンタンタンが半音なんで、これもすごい、まあ、L 難しいので気をつけてください。つかまえるね、濡れたタオルで、洗いざらいのざらいがね、結構ね、早めに来るのアクセント。洗いざらい吐かせるね。ちょっとここからね、まあ、ゆったりした歌い方になりますよ。誰ですか、あの女。で、また、なーはまたピヨンって、ピヨンって裏声入れて、で、誰ですかのかは、ウィスパーボイスマークつけて、ウィスパーボイスマークつけてやるんですけど、誰ですかで、抑揚つけるというよりは、誰ですか
誰ですかって聞くときの蚊がちょっとね柔らかくなるぐらいのイメージでいてください。ダメですか、そうですか。でここはさ、ちょっとなんか残念な気持ちというか、もうなんかふーっていう気持ちを音程の変化で表します。ダメです区切って、ダメですか、そうですか、ガーガー、オッケー。でここはイントロと一緒、ローマンスの不祥事逃がさない、出してあげるって、ここも一緒ね。で最後シルブプレプレプレジデント、 T で終わって、ちゃんとプレジデントの T で終わって、で T の瞬間裏声出します、プレジデント。というわけで皆さん結構サビ大変なんですけど、お知らせも頑張るので一緒にポイントを押さえながらかっこよく楽しく可愛く歌ってみましょう。 Here we go。 だだだ大統領になったらね、まずは君を捕まえるね、濡れたタオルで洗いざらい剥がせるね、誰ですかあの女、ダメですか、そうですか、ローマンスの不祥事逃がさない、出してあげる、シルブプルプルプラジデン。お疲れ様でした。というわけで解説はここまでにしたいと思います。ほんとお願いだから一個だけ聞いてほしいことがあるんだけどさ、この撮影ね、私ね、こんなね可愛い格好してね、なんかインスタとかにもねこんな感じで撮影してますとか言ってね、さっきね1時間撮影したんですけど、1時間撮影した動画素材ね、マイクが入ってなかったのは泣くんだけど、これ2週目なの、2週目でこのテンションでやったお知らせを褒めてください。そんなお知らせすごい偉いと思ったらチャンネル登録、いいね、コメントなどなどしていってください。先生、お知らせが大統領になったらお釜の税金をタダにします。